ビザ、大量のビザが出てるみたいになってます。はい、大量の統計弊社から大量のビザが出てる。統計弊社から大量のビザが出てる。はい、どうも皆さんこんにちは。昨日11月19日は私ケイスケの誕生日で36歳になったわけなんですけども、36歳一発目の動画は本当アホなことをしようと思います。かかちゃんのケイスケ一曲のケイスケです。ポン。ということで、私ケイスケ36歳になったわけなんですが、今回は何をやるかと言いますと、はい、私ケイスケただいまレジェンドリーグにおります。で、そしてですよ、私ケイスケですね、タウンホール15になってね、リザードが新レベルになりました。ということなので、今日やる曲は、はい、こちら、新レベルウィザードラッシュをですね、レジェンドリーグでやっていこうと思います。はい、ダウンホール15になってキャンプワークスも増えて、なんと80体も積めるようになったんですね。で、まあ援軍でまずさらに10体もらって、で、東海弊社のウィザードを合わせれば103体まで出るぞ。なので今回はレジェンドリーグで星に、ウィザードラッシュで星に取れるまで終わりません。こちらね、やってみようと思います。なのでね、クラクラ動画ね、こういう風に毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始の先行プレイ動画とか、あとはね、チャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速新レベルウィザードらしいやっていきましょう。レッツゴー。はい、それではね、レジェンドリーグ行きますよ。1日8回しか攻めれないんで、8回攻めて、ワンチャン、8回とも星に取れないっていう可能性もありますんで、その時は、いやまあもう、ボツ動画、もうクソ攻めばっかだ、もう、動画にします。その点についてはもう、皆さん、ご了承ください。はい、なのでね、新レベルウィザードラッシュ、レジェンドリーグの攻め、1回目のアタックね、やっていきましょう。では、行きますよ。よーし。せ、ほんと、星に取りやすい配置。あー、ターン中央か。ターン中央にあるタイプね。はいはいはい。ちょっと一回さ、まあ、一発目なんで、もうドバ出しでディアーってやっていって、勢いでいけねえかっていうのをちょっとやってみていいかな。ちょっと勢いでいけねえかなっていうので、ちょっとターゲットの縦役にねえか、もうウィザードもう出しまくり、出しまくりサイドカット。やっていってあげて、で、ここからヒーローと、元岡弊社。で、はい、ここからウィザードラッシュです。ウィザードラッシュやっていってあげて、進行させていけば、なんか勢いでさ、いけんじゃねえか、これ。さあ、レイジもかけていき、で、守っていくよ。36歳一発目のアタッカー、こんな、新レベルウィザードラッシュ、やるとは、俺思いもしなかった。なんか、おもれえことやりてえなって思って、で、ウィザード新レベルラッシュになった、新レベルになったんで、とりあえずやってるだけなんですけど。さあ、どうだ、勢いでいけんじゃねえか、これ。勢いでさ、なんかいけんじゃねえ、ターン落とせんじゃない。さあ、インビジ隠してってあげる。待って、これ待って、インビジタワーあるわ。インビジタワーきついわ。あ、待って、ターン隠れちゃった。ターン隠れちゃった。あ、くそ。14だったらターン取れてた。ターンホール14時代だったらターン取れてたんだけど。インビジタワーがきつすぎて。どうだ、ロイちゃん行くか。あ、ダメそうだな、これ。いや、ダメか。ダメか、一発目の速いアタック。やっぱり勢いでゴリ押そうとしちゃダメだね。ゴリ押そうとしたら。あ、星0で39%だと、トロ3しかもらえねえんだ。では、2回目のアタックね、参りましょう。さすがにね、やっぱね、ゴリ押しは無理だったんで。ちょっとちゃんと考えて攻めていこうと思います。はい。あ、あ、来た、あ、前回対策配置。あ、ターン外側にある配置。これはもう、ヒーローでターン取っちゃって、パーセントで稼げれば、いけんじゃないか。あれ ?2 回目でワンチャン。あれちょっとターンホール15関係になってから、ああいうね、1本目みたいなターン真ん中に置く配置がね、めちゃくちゃ増えたんですよね。めちゃくちゃ増えたんで、ちょっと、今回ね、星に取れねえかなって思ってたんですけど、ワンチャンいけるのは外周施設を削ってパーセンテージ稼ぎつつでやっていけば、いけんじゃないか。はい、こんな感じでサイドカットしていってあげて、いって、ちょっと削れねえな。なかなか削れねえ。なかなか、あ、マッチも、いや、削れねえ。待て、ウィザード無駄に消費してないこれ。ウィザード結構消費するな、これ。あれ意外と削れねえ。あ、やべえ。意外と削れねえぞ。あ、待て待て、待て、もうこっちちょっと使いすぎだ。使いすぎて、サイドカットに。え、意外と削れねえもんだな。
意外とやっぱすぐ死ぬな。え、待って、だいぶ使っちゃったぞ、クイズ。え、いけるかな、大丈夫。俺こういうあんまヒーローでタウン取るとかそういう攻めあんましないから自信ない。どこまで伸びるか全く見当、開幕見当ついておりません。はい、お前クラクラ履歴何年なんだよって思うかもしれないですけど、ほんとこういうヒーローでタウン取る攻めやんで、やんないんで全く見当がつかないけど、まあ取れるか。まあ余計なもん出てこなきゃいける。余計なもん出てくんなよ。 OK 取れそうね。で、よいしょよいしょね、ウィザードでパーセンテージ稼ぎをやっていきながら血統を削っていきます。待って、ほんとほんと取りたいの、俺取りたい、星2は取りたい。星2取れたら皆さんグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。か、もしくはコメントでもいいです。もうほんとケスケさんすごいっていうコメントよろしくお願いします。え、待って、ほんといけ、いける、 OK OK、 ターンを落として、で 35% でしょ。 50% いけそうな気するんだよな。もうウィズ、もう残り少ないウィズを出してって、で呪文全然使ってねえ呪文全然使ってないから使っていこう。使っていけば、ウィズ延命させていけばいけんじゃん。ペッカ中入れ、ペッカ中入ってもろっていって、でやってってどんどんね削りの方をやっていけば、さあパーセンテージちょっと待って、集中して、ちょっと全然見れない。パーセンテージ今何パー、何パーいってるのかちょっとわかんない。ちょっと今集中して集中してインビジカがしていっていけば、さあ何パー、47%、 よしいけるぞ、いけるぞ。 OK OK、 星に行った、星に行ってんね、星に行ってる、行ってる、行ってる、よっしゃよっしゃ来たはい、新レベルウィザードラッシュでレジェンド星に取れるまで思われません。まさかまさかの、俺今回、ね、星に全然取れなくてクソ企画になるかなって思ったんですが、2回目で星に取ることができました。これ普通の編成でさ、まあ何でもいいよ、ドラゴンラッシュでもライドラッシュでも全然伸びなかったぐらいのパーセンテージまで一応取れてますもんね。星2の 62% って頑張った方だと思いません？レジェンドで星に 63%、 普通の伸びなかった、前回取れなかった攻めぐらいは一応いけましたね。ではラストにですね、いつものね、ラッシュ動画での、いつも最後にやっているね、クローン4発撃って、最大10日編集のウィザードも合わせれば最大139体かな、出してやっていこうと思います。ラストはもう星ゼロ。そうです。で、最後にですね、やってみたかったことがありまして、それが何かっていうと、10日兵舎出すじゃないですか。そっから、ウィザードを、10日兵舎のところがいっぱい出して、あたかも10日兵舎からウィザード、大量のウィザードが出てくるドッキリっていうのを、ちょっとラストにやろうと思います。はい、じゃあ行きますよ。あー、ターン真ん中、マルチインフェ多い。もうこれ星つけんの無理もう無理じゃないですかこれ。え、きつくねもうきつくねこれ普通にまあいいか、た、まあまあ最後はこれもうネタなんで、今日の目的ね、もう果たしたんで、最後はでも気楽に見てください。36歳独身男性が部屋で引きこもって一人でなんかアホみたいなことやってるって思ってください。はい、ちなみに、私ケスケ11月19日生まれ、松崎しげると同じ誕生日ですね。はい、なのでね、ここからね、ババキングでや壁破ったらもうここから一気に出していきます。はい、ここから、はい、ウィザー、大量のウィザーが出てるみたいになってます。はい、大量の統計兵舎から大量のウィザーが出てる、統計兵舎から大量のウィザーが出てる。はい、いや、ただこれがやりたかっただけラスト冒頭からこんなことやってたら絶対星に取れないんで、ラストにどうせネタなんでやってるっていうだけよ。で、クローンどうしよっか、な、減ってきたらやる、撃つ、いやもう撃ってみるか。もうなんかちょっとインフェ側の方とかちょっと火力足してインフェ削れねえかな。あ、ダメだ、あ、無駄にしてんねこれ。あ、ダメだ、やべえ、結局無駄にしたな。で、と、残ってるウィズたち、いい感じに回収。待って、スパガゴが、スパガゴがなんか、タケ取ったウィズがどんどん死んでるから、だるまさんが転んでやってるのか。だるまさんが転んでやってるみたい。だるまさんが転んでやってるみたい、スパガゴが。ちょい、ピクピク止まってた。ピクピク止まって、さあ行け、
これでやっていけば、あ、意外とパーセンテージ 40% までいってんの。あ、マジか。じゃあここにクローン打っときゃよかった。ここにクローン打ってもワンチャン 50% あったかもしんね。はい、そんな感じでね、今回はね、新レベルウィザードラッシュですね。36歳になって一発目のね、アホな動画ですね。こちらね、動画でお送りしていきました。いや、そうですね、回廊型はね、さすがにね、きついんですけども、2本目みたいなね、前回対策陣か、ああいう非対称の配置だったね、タウンホールがね、比較的外側に寄ってな、配置だったらね、結構ね、星につきやすいのかな、っていう風に、思いました。いやー、よかったですよ。これね、レジェンドリーグでひょっとしたら8回攻めて、8回もう星に取れなくて終わるかなっていう没企画になる可能性もあったんで、本当に、よかったです。はい。なのでね、コーヒークラッカー動画ね、毎日投稿しておりますね。まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったら、と思ったらグッドボタンやコメント、あと友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。